さあ始まりました、マリモ堂でございます。2024年一発目の公開ということで、もうちょっとね、時期も時期なんで明けましておめでとうという感じもございませんけれども、新年のね最初の収録、最初の公開ということなんで、しっかり勝っていきたいなと思うわけですけども、収録場所はいつも通り、川崎市の M&M さんで行わせていただくことになっております。新年最初の実践ですんで、なんか信頼よという感じでもあったんですけども、この収録の2日後ですね、1月の週信頼が入るのが、なので12月の信頼というか、まあ、出た機種ですねを打ってみようかなと思いまして、私モンキーターン5を取っております。モンキーターンがですね、初週に2回かな打ちまして、それ以降ちょっとね打つ機会に恵まれませんで、触ってないんで1月くらい空いちゃってるんですよね、最終実戦から。とにかく出すのが難しい機種だなという印象が、そのまあたった2回しか実戦してませんけども、ね、その実戦で思っていることなので、なんとかそこら辺をこう払拭して、あわよくばグランドスラムとその先を見てみたいなと思いますので、ぜひ皆様最後までお付き合いいただければと思います。それでは実戦の方行ってまいります。では準備が整いましたんで行ってみたいと思います。久々なんでね、朝一ゲームは大事だよね、確かね。なんか引ければ、引けませんね。この機種が、まあ、周期っちゃ周期なんでしょうね、言い方としてはね。で、ポイント、規定のポイント達成、到達したときに当たりの可能性があるということですね、各周期でね。まあ、それがゾロ目のポイントですね、111とか220とか。まあ、でも基本的にはこの出てるポイントですかね、222、444、666がチャンスだった記憶があります。朝一はね、早く当たる感じというか、天国スタート、まあ、そんなに頻度少なくなさそうな気がするんですけどね、記憶、私の記憶をの中では、まあ、できればな、青島 SG とかやってみたいな。派手に乗せたこともないんでね、この上位に行く行かないとか、そういうグランドスラム思想だとかそういうこともなく、そういう派手なことにならないで、かつたくさん乗せたこともないという。リセットはされてると思うので、天井は浅くなりますね。495と4周期かな、どっちかだったと思いますね、短縮されて天井が。それ以外でも朝早く当たりやすいと思うんですけどね。はあ、やっぱり負けんのかな今日。新年早々景気の悪いことを言ってしまいました。今日ね、そうだ、言い忘れてましたけど、2024年初パチスロなんですよ。 初打ちです。勝負事はね、他にやってるんですけど、それこそはボートですよ、ボートレースはやったんですけど、パチスロはね、今日が初ですね。まあ、しばらく打ってなかったんで、じゃあ
まあ、これに合わせるかと初打ちをということで我慢して おりました。あ、成功そうですね。あ、そうかそうか、このアイコン取れる可能性もあったね。一個一個思い出していかないと。ペンギン取った人って全国にどれぐらいいるんだろう。実はいないまでいるんだ。さあリセット後1周期目、リセット後というか、まあ、1周期も初代ステージ AT 濃厚プラスレース勝利で青島 SGA だって。ほんとかよ初代ステージだって、それは見たことないわ。この演出がちょっと面白いんだよ、こんなに緊張するかねっていう。これもう2発目からじゃないですか。大チャンスが巡ってきた。もう部員揃いとかだからさせちゃって、是が非でも通さなきゃダメってパターン、なんか大抵なやれないよなこういう時って先に言っちゃうけど、あ、これでやれる人って多分本当に一握りだと思う、選ばれた人だと思う。こういう千載一遇のチャンスが訪れてやれちゃう人。初は初ってことですね。初は初。勝って152ゲームでございます。投資は6000円でございます。これがな、まあ、シナリオ関係あるんだよな。いやーマジで頼むぞ。ちょっとドキドキしてますね。初打ち今日に取っておいてよかったかもしれない。師匠黄色本当にそんなことあんの。大事。なんか初代モードも2種類あって、ハタノと青島があって、青島だと、青島 SG 上位 AT の可能性が 50% ぐらいあるっていうね話だそうですよ。どうやら、いや僕なんか無駄にドキドキしてたっていう話です。ハタノは AT 確定なだけだから、まあリセットで天国行ったんじゃないのっていうね。ただそれだけ見たいです。どうやら初代モードイコール、マネソンに行ったみたいな、上位 AT の可能性がみたいな書き方がされているところがあったんでね。
僕が来たところが書いたんで勘違いしたんですけど、他のところを見るとどうやら青島の初代ステージだけど、あ、消えちゃった。勝利濃厚パターンとか出たのか、やりました。えのきさん、これね、バトルに勝って連戦引っ張ってきて、その連戦もうまいこと突破して続けて突破して続けてみたいなね、やらないと結構それが足がかりになるような記憶がありますね。そういうのがないとなかなか厳しかった記憶があります。あ、来た。その場合は変わらんのか。レア役引けば勝ちですね。引かなくても勝ったことあるんですよ、エキサイティング。押し順タイプ出ちゃうとな。ああ出てった。これリプレイでも引いときゃね、そのリプレイが実は通常のレース中だったら V 揃いのフラグだったみたいなこともあったりするんでしょうか。それもないとさすがに無理なんじゃないかなと。モンキー4をベースに考えると AT5 の、 あのロゴありなしとかね、そういうのは天国っていうことだけで見るとロゴなし一番デフォルトのパターンの方がいいのかなと思いますね。天国自体です。まあ、悪いモードを回避するっていう意味ではロゴがあった方がいいでしょうけど、そこら辺もでも4に習ってるかどうかは分かんないんで、とまず天国移行してて222までに当たることをお伝えしましょう。さあ222で、残念、道口。あ
山岡さんのどう、なんだっけ、ライバルモードか、ライバルモード浜岡さんだとね、規定ポイントが222だったかな、全部そうなるんでポンポン進んでいくからいいんですけどね。ガモーさんだと結局すごい懲罰には入るけど生かせず、結果天井とかもあったりしたんで、ちょっとまあ長く打ってりゃね、やっぱサクサク当たるようになるんでしょうけど、ライバルモードガモーっていうのもね、ガモーよりは浜岡の方がいいかな。お、今日チャンス目ですよ。息を引き取ってたってことかな。いやー頑張りましょう。ペラで白だとまあ当たんないよね、今までのシリーズ以上に当たんない気がする。白い、あーまずい、残念でございます。いました、444ですね。これはきついね。おや、あでもやっぱえのきにいたんだね。なんか船券でえのきっても2回出たんで、流出入った時の期待度が 50% 以上でしたっけ。役に立たないライバルモードだね。足合わせってなんだっけこれ、激走チャレンジの全部どうだっけ。役に立たないライバルモードだよ本当。懲罰当たったりするのかな。できそうか。お、ここの周期で当たるっつう話。D は3周期とか、まあ、4周期か。激走チャージのサブ液晶タッチでスミが出たんで、この周期で当たりますね。だ早いところ流出に打ち込まないと。はい、ここで当たるようですね。スミちゃん出たんで、いくぞチャレンジの後に。一発で当たり、607ゲームですね、ゲーム数カウンターは。4周期でございます。トータル2万2000円。1万6000円、1万4000円かな。
プラスですね。青だよ。残念。おーっと一歩。わっ。まだまだ燃えている。ましょう。わっ、やりました。これだからレア役で勝った方があれかな、連戦の期待度上がるとかあるのかな。はい、V ストップ。ああ、なしか。ここで連戦しないとなかなかなんですよね。1回勝ってよっしゃーでもいいんですけど、これも嬉しいんですけど、プラスね、あそこで何度も戦わないとお話にならん。バカンス行きてえな、バカンスな。あ、究極 V モンキーだ。出ましたね。ここで引いた。これ遅いよな。もう1ゲーム早く引けてれば。まあでも5とか。もう1回勝たせてもらおう。消化してからか。どっちだっけ、消化始まっちゃった時点で連戦ないのか。最低ペラぐらいは引いとかないとね。できればボート。うわー、しょぼい。よしよしよし、これ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 。あ、いいね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 。あ、いいねいいねいいね。あ、当たってる当たってる。お、
おい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 、金色って初めて見たぞ。これは何なんだちょっと当てて見てみます。金色だぞ。あー、いけない。手が1個で勝てるのか。あー、やっぱきついか。あ、ではまだバトル効果。いや、そんなことなかった。とりあえずここは勝ちます。黄色白、駆け出しかってなると5セット目クリアすると熱い。ですね、なので、まあ、ここはいいとしてって、まあ、油断してるところで終わるんですけど、まあ、基本突破できるものとして考えると次だね。5セット目が勝負、連戦を持ってきたい。連戦じゃない、とりあえずバトルを持ってきたい。V 揃いね、逆押しナビで揃うっていうのも、まあ、あるにはあるんですけど、あんまり揃う気がしないので、それはそれで。なんで、バトルで勝って V ストックだね。はい、変わった。エキサイティングにもならんね。あー、この場所負ける。このリプレイが実は V 揃いのリプレイだったっていうことを祈るしかないか。いやー、きついね。あ、でも1シナリオ1で頑張った方かな。黄色メダルでございます。何もなし。このパターンの方が熱いのか。親父。お。あ、当たりそう。ああ、当たるね、これ。
天国でしたね。86かな、はい、111のところで当たりました。周期で150枚くらいかな。白か、絶望だな。設定差ないらしいんでね、シナリオの選択率は。高設定でも下の方のシナリオばっか選ばれちゃうといかんともしがたい。初当たりはまあ取れると思うんですけどね、高設定なら。ただ初当たりを積み重ねるだけで全然出玉につながらないということも起こりうるというわけですね。悪いシナリオばっかで選ばれてしまうと。なので設定をつかむのも大事だけど、シナリオの振り分けに負けないという、しっかりいいところも引っ張ってくるような、まあ、運というか引きというか、それもないと勝ち切るのは難しい棋士なのではないかと思われます。サイトなし。だよね、使った分って感じですかね。何も出ない。はい、しさなし。だって何引いたの。うわー、こんなとこで引いた。これどうなんだ、もしかしてペンギンちゃん取れちゃったりするの。大変なことをやってたかもしれない。いや、ちっちゃいなおい。だけ取れないの。マジで？これ頭がつくかなと思ったんですけど。え、青島じゃない？マジ？そうなの？ペンギンも何もないんだ。なるほど。そういうもんなの？いや、初打ち今日に取っておいてよかったんじゃないのこれ。こんなことがあるとは。皆さんこんにちは、アローズスクリーンのシーサです。この度アローズスクリーンチャンネルと V プレスチャンネルの合同企画が始動いたしました。その名も引きがすごい動画グランプリ、略して引きすごー。さあ、というわけでこちらの企画では皆さんがホールで撮影した激レア動画や引きすご動画を募集いたします。そして採用された方には LINEPay5000円分、さらに期間限定の対象機種で採用された方には LINEPay10000円分をプレゼントいたします。ご応募方法はアローズスクリーンの LINE アット、もしくは V プレスの LINE アット、こちらにご登録をいただいて動画を投稿するだけとなっております。
誰でも簡単にご応募できますので皆様のご応募お待ちしております。詳しくは特設ページをご用意しておりますのでそちらでご確認ください。